高めのストレートを三遊間破った、レフト前ヒット。ノーアウトから代打糸原出塁、効いてましたよね、はい、まっすぐ捉えたが横っ飛び取れない、ライトに抜けていきました。同点のランナーは出塁しました。ノーアウトランナー一塁二塁。さあタイガースここを断ち切りたい。バッター中野ストレート、ピッチャー返し、センター抜けていく、三塁ストップ満塁。その一つ状態が上がっている森下に対して3球目高め、おっとどうか、当たったか、当たっている、押し出しのデッドボールになりました。3対2タイガースこれで1点差。満塁から思わぬ形で1点が入りました。三浦監督が出てきて成長を見せる時です。徳山そのストレート弾き返した、どうだ、抜けていった、熊谷が帰ってきました。これで3対3の同点。中川隼人のプロ初勝利は消えました。9回表同点。デッドボールを挟んでタイガース4連打、苦しい状況になりました。そして大山のこのバッティング、まさにそのまっすぐを待っていた中で負けずに弾き返しましたね。そうですね、そこはもうさすがですよね。はい、まあね、石上選手も欲しかったですけどね、おっと抜けた、これもフォアボール押し出し、ノイジー今日2つ目の押し出しフォアボールになりました。タイガースがこの9回に一度は逆転をされた後再逆転、4対3、1点リード。ここも引っ張った、前進守備、ホームアウト、そして一塁を送ってホームゲッツー、2アウト。今は強い当たりを林がよく体でです。まずはラヌさん、この、ね、打球は結構強い打球だったんですが、はい、林選手が、ね、よく止めましたよね。そうですね、もう一度このタイミングをご覧いただきましょう。組みに行った佐藤ですが、ここは比較的早く出てきました。アウトです、ツーアウトです。フォアボール。初球しレフトにヒット、大山ホームイン、5対3タイガースのリード2点に。今のがチーム10本目、2桁安打となりました。木浪が満塁で打ちました。落としてきた、なんとかバットに当てたがセンター桑原掴んで3アウト。しかしこの回に一挙4得点。このベイスターズの